こんにちは。こんにちは。最終課題動画の発表会、お疲れ様。お疲れ様です。二人にはおしゃれなお店に取材しに行ってもらったけど、自分たちの動画の出来上がりを見てどう思った？いい感じでした。いいね。みさきちゃんも？いい感じでした。みさきちゃん、今日顔の9割マスクだね。ルチャリブレに出るの？課題で追われてて、ちょっとメイクする時間なかったで。課題、頑張ったんだね。動画の見どころはどこ？見どころ？一番頑張ったところとか。動画を通して、お店の雰囲気を伝えられるように、インタビュー以外の動画もこだわりました。見せ方、上手だったよね。みさきちゃんはどう？BGM とかを店内の雰囲気に合うように素材を探したりするのを頑張りました。おお、あんまりテキーラ飲んじゃダメだよ。これで授業は終了だけど、動画制作は続ける？機会があったらね。わかんないけど、でも楽しかったので Vlog とかまたやってみたいです。じゃあもし動画制作したら、キチテレでお待ちしております。いいかな？頑張りまーす。ありがとね。じゃあこの先もしっかり勉強しろよ。今日は司会お疲れ様。ありがとう。大丈夫だったかな、司会ぶりは。時間管理がさ、全然ダメだったじゃん。ごめんね。発表会はぶっちゃけどうだった？ぶっちゃけ、あの学生さんのまずね、お店の選ぶセンスがいいなと思いました。私もあの一応ラジオパーソナリティだから、地元のいろんな人にインタビューさせてもらってるんですけど、なんか中でもなんかすごくいい人というかピックアップしてるし、お店のチョイスがね、なんかすごく吉祥寺らしいお店とか、吉祥寺の中でもレジェンドのお店とか、なんか聞き応えがある映像だったりインタビューだなっていうふうに思いました。みんな自分が行きたいところに行ってるからね。そう、古着屋さんもね、吉祥寺っぽいなっていう感じの映像をしっかり押さえてきていて、後からあれって本当アーカイブとして吉祥寺の財産になるなって思いました。キチテレもキチテレで頑張らないとな。そうだよ。なんか考えてる？キチテレのこと？田中友はもうキチテレの専属アナウンサーなんでしょ？いいんですか、私めがそんな専属なんて。カジがいたけど、結婚してもうラブの対象は吉祥寺じゃないんだ。それは寂しい。そんなことない、吉祥寺に愛はある。だからじゃあカジユリさんと私とで仲良くアナウンサーとしてやっていってもいいかな？わかったよ。じゃあ今後何かやっていかないとね。やってこ、高いよ私。なんぼ？1回10万ぐらいかな。10万か。うん、わかった。飲み込んだ。まあまあ楽しくやっていきましょう。吉祥寺盛り上げていきましょう。田中友の出た動画は出演料10万円かかってるからね。嘘仲良くやっていこう、これからも。よろしくね。契約しました。